リメリメ運動は19世紀の東チベットで起こった長州派運動である。リメとはチベット語で偏りなしという意味である。19世紀のカム地方で世俗的政治的関心を捨てたリメと呼ばれる運動が起こり、チベット仏教を再活性化させる新たな息吹をもたらした。これは宗派の壁を越えて仏教の様々な創傷系譜を収集し、多様なものを多様なままで、 普遍的に平等に扱い、複数の伝統を混ぜ合わせることなく、包括的、統合的にアプローチしようとするものであった。チベットの文化的ルネサンスとも評される。サキャ派のトゥルクでテルトンのジャムヤン・キエンツェワンポ、カギュ派のトゥルクであるジャム軍・コントゥル・ロドタイエ、ニンマ派のテルトンであるチョーギル・デ・チェン・リンパの3人が、協力し合って、この運動を主導した。ジャムヤン・キエンツェが、北起人で、 ジャム軍コントゥルが運動を取りまとめる役割を果たした。リメパたちの活動は、デルゲ王国の宮廷と、当地のサキャ派、カギュ派、ニンマ派、盆教の寺院ネットワークの支援を受けた。この運動は、今日に至るまで、チベット仏教に影響を与え続けており、近現代ではディンゴ・キエンツェ、カルマパ16世、ランジュン・リクペエドルジェ、チョギャム・トゥルンパ、ダライラマ14世をはじめとする、 多くのラマが、リメの理念とアプローチを受け継いでいる。ありがとうございます。